過去、昨日の NHK のイタリア語講座、イタ語である名詞の単数形の語尾の母音は、お、複数形は、い。日本の柿が初めてイタリアに紹介されたとき、柿、いで終わってるから複数形だ、単数形に直そう、って勘違いが発端で、向こうでは、過去という名前の果物で市場に並んでた。なんだろうこの気持ち。今年の春に京都で着物を着て花見に行った。自分が京都住みなんだけど、母がどうしても着物を着せたいと言ってやってきた。姉も有給を取ってくれて、一緒に着物で花見に出かけた。定番の清水寺、丸山公園、祇園コース。外国人の観光客もすごく多くて、まあじろじろ見られるだろうな、とは思ってたんだけど、そんなもんじゃなかった。お店でお昼ご飯を食べているときに、店の外から窓越しで写真撮られるわ。ジッて音がするくらいに外国の老夫婦に見つめられるわ。日本人にも真正面からカメラ向けられるわ。まあもちろん笑顔を向けましたけどね。多分若い姉妹二人で着物を着てるのが珍しかったのもあると思うし、今風の着物の着方、レンタル店で着せてくれるようなのじゃなくて、髪もかんざしでまとめて、着物も古いもので古風な着方をしてたから、目立ったっていうのもあるんだと思う。でもやっぱり声をかけてくれるのが一番嬉しいね。黒人さんの集団は一枚だけ撮ってもいい?とワクテカ顔で尋ねてくれた。もちろん姉妹でよそ行きの笑顔を思いっきり振りまきました。丸山公園の桜の前で母に写真を撮ってもらっていると、一人の外国人のおばさまが母に撮っていい?と聞いて撮り始めたら、それに便乗して周りの外国人の人たちも母の隣で私たちを撮り始めて、ちょっとした撮影会みたいになって思わず吹いてしまいました。どこの国かはわからなかったんだけど、チベット仏教っぽい黄色の袈裟みたいのを着ている方たちに、綺麗ねーと言ってもらえたのもすごく嬉しかった。そんな神社の境内での出来事。仏教と、いいのか?外国の方に着物を褒められるのは日本人としてすごく嬉しい。特に外国の方は素直にとっても素敵ねと言ってくれるから、こっちも写真くらいいくらでも撮っていいよって気になっちゃうよね。でもね、同じくらいすごく嬉しかったのは、京都人に綺麗に着物着てはるなーって褒められたことなんだ。なんだろうこの気持ち。